業翻訳をずっとされていて、で出版の方に行かれたきっかけっていうのは何ですか？その最初はルドルフの一冊前の話を出されたんですよね。はい、一番最初は、はい、星野富弘さんの、はいはいはい、それはですね、一つ黒話がありますね、はい、いや、星野さんの本を、はい、一番最初に訳したのはまだ20代30代、すごく昔なんですよ、はい、矢渕デオラさんと、はい、何かこう翻訳って、まあ、納品して、うん、でクライアントさんから、ちょっと評価してもらったりすると嬉しいけど、はい、ある意味こう聞いて一切名前が出ないんですよね。あ、そう、名前も出ないし、うん、なんかこう何か残るものやりたいね、はい、っていうことで、はい、それで星野富弘さんは群馬の方、うん、ご存知ですか、はい、首から下が体育教師だったんですけど、はい、事故で、はい、脊髄やられて、でなんか口で触れを加えて絵を描かれる方ですね。そうです、はいはい、絵は絵とそれから詩を描くんですけど、多分カレンダーとかで皆さん目にしていると思う、うん、はい、割とよくカレンダーで出てますから、はい、その方が本を出した時に、うん、デボラが地元なのでパッとこう読んで、うん、あ、これいいっていうことで、うん、この本を一緒に英訳しようよっていうふうに言ってきたんですね。でもまず翻訳権を取らないといけないので、はい、2人でずうずうしく星野さんのとこまで押しかけてって、結構群馬の村の方だったんですけど、はい、この本を翻訳させてくださいって言ったんです、うん、すっごいハンサムな好青年で、あ、いいですよ、でも2人で、うん、喜んで、うん、翻訳しました、はい、それから出版社を探さなきゃいけなくて、うん、もうアメリカの出版社にいっぱい原稿を送ったんですけど、どこも、うん、まあ、梨のつぶてまたは、うん、いや、これはということでいい返事がもらえないんですね、うん、それでできた英訳原稿をですね、まあ、押し入れにしまったわけです。で押し入れにしまって、それから何年経ったかな、多分5、6年、もっと経ったかもしれない。へえ。そしたら、元の、愛深き淵よりという本なんですけど、はい、その日本語の本を出した出版社の編集者から急に連絡がありました。うん、いや、実はね、今度、ニューヨークで星野さんの個展を開くんだけど、うん、その時に英訳本を、展覧会場で置きたいって言われて、それで原稿前予約したって聞いてますけど、はい、ありますかって言われて、でそれから、まあ、もう一回押し入れから出してきて、うんうん、そうするとまあ下手なんですよもう5年も6年も前のどうぞ、でもう一回訳し直して、うん、はい、で出版できた。へ、だからなんかね、こう夢みたいなの持ちますよね、こうやりたい、うん、はい、自分の名前が載った本を出したい、うん、とか思う。でやっぱり夢ってそのずっと頑張ってると叶う時あるんだなっていう、なんか Dream comes true っていう感じがね、うん、しましたね、うんうん、だから結局何かこうやりたいすごく思うことって大事だな、うん、それで、1冊目のその、うん、あってました。すごい感激でしたね。ねえ、何年越しっていう感じですもんね、うん、そうなんです。でそれから何だろう、次に ルドルフといったってなとかは、はい、まあ知ってる、あ、そうですね、本を書いた、講談社のエディターの方が話を持ってきて英訳ですね。そうそう、
それで先ほどのお話ですけれども、はい、なんで本を書くようになったかということですけれども、うん、一番最初の本ですよね、ここにあるんですけど、これが一番最初なんですけど、はい、これもですね、ある時、まあ、思ったわけですよ。うん、私もしかして本を書くだけ の知識と気づきがあるんじゃないかな、うん、あると思ったわけです。はいはい、でもしかしてライティングの本、私なりの視点で、自分の切り口で書けるんじゃないかと思って企画書を作りました。でも誰も知りません、出版社知らない、はい、星野さんの出版社はもう潰れてましたから、うん、誰もなんか知り合いがないんだけど、うん、誰か編集者の知り合いないみたいなことでこう、うんうん、聞いて、そしたら講談社の誰々さんっていうふうに言われて、でその人のところにですね、うん、送ったんですよ、うん、でそれもなんかびっくりなんですけど、うん、まあ、どこの馬の骨かわからない私の企画をですね取り上げてくれたんですよね。でも講談社の場合結構審査が厳しくて、うん、編集会議、営業会議、それから何とか会議ってレベル3までクリアしないとダメで、ね、まあレベル1クリアしました、あレベル2クリアしました、うん、みたいなことで、うん、いや出版決まりましたって言われた時も、その時もへえと思いましたね。すごく嬉しかったですね。いや、なんか知らなかったことがすごくたくさんあったからびっくりしましたね。翻訳会社に入社されてたっていうのは意外でした。で、まあ、今も先生は産業翻訳の仕事はお家でされてるんですか？はい。翻訳の仕事。はい、産業翻訳から少し文芸の方にも、うん、広がってきて、はい、だから前よりやるそのバラエティは増えてるのかなと思う。あれ先生今法人化されてるんでしたっけ？私ねそこがダメなんですよね。個人事業主で屋号を、そうです、持ってらっしゃる方、ハードスミスにしてるだけで、はいはい、一時法人化しようかなってすごく真剣に考えたことがあるんですけど、まあ、だからそこで屋号とか決めたんだけど、はい、めんどくさくなっちゃった。わかります。私一時期ね有限会社にしてた時期があったんですよ。っていうのはその直接派遣で働いていたメーカーさんから直接フリーランスになってからも仕事をもらうには個人事業主じゃ仕事足りないって言われたんで、はいはい、当時有限会社を作れたので、うん、有限会社作って多分5年か6年ぐらい有限会社としてやってましたけど、とにかくいろいろめんどくさい。うん、で税金もやっぱ高いですし、うん、でうちの場合は夫が税金関係に強いので全部事務処理は彼にやってもらってたんで、私はそういう苦労はなかったんですけど、とにかく夫がもうめんどくさいって言い始めて、それで結局もう別の仕事に就職、転職して、でまた戻ってきた時にもう法人である必要がないなって判断したので、うん、そこでも個人事業主に戻してしまったっていう経緯があるんで、うん、なんか個人事業主の方が身軽ですよね。身軽って言い方おかしいから、なんかこう、そうですね、うん、いろいろとにかく法人化するとやらなきゃいけないことがいっぱいあって、保険ね、健康保険とかもいろいろなんかめんどくさい。青色申告の帳簿さえつけてればいいやっていうのが一人だしね、うん、で今までのお話でテリーさん、縁田先生に何か聞いてみたいことってありますか？今までの話だけじゃなくて全部含めて、そうそう、翻訳者になるまでの 道筋というか、それがすごく滑らかにお話しされたので、うん、一体どこら辺で苦労されたのかなって分からなかったところがあるんですよ。ちょっと崖っぷちっていう、ね、そうそう、崖っぷちの跡がなんかスラーっといっちゃった感じに聞こえているので、だから遠藤さん自身が実際はそのフリーランス翻訳者として仕事を進める上で、うん、ものすごく苦労したところとか、うん、工夫されたところとかもしあるようだったら聞けたら嬉しいなと思うんですけど。そうですね、やっぱり東芝に派遣されてた頃ですね、うん、
よく分かってないで翻訳してたんですよ。わ、うんうん、かります。東芝府中は何だか結局、で電気ってあの、うん、パワージェネレーション関係のところだったので、うん、それの制御システムなので、うん、よく分かんないわけですよ、うん、パソコンじゃないから。で結局あの私がやっちゃいけないという字面翻訳してたんですよね、うんうんうん、ある時あの大体、まあ、分からないわけですよ、その質っていうのは、うん、私がやった翻訳の質はあまり良くなかったと思うんだけど、まあ、よほど大きな問題も起こしてないので、まあ、そのまま受け入れられてたんだけども、ある時何か、そこに入ってる翻訳会社の、まあ、偉い人が来て、うん、私の訳本を見て、あなた分かんないで訳してるでしょ、うん、って言われたわけです。でまあ何かちょっとムッとしたんですけど、若いから、うん、でもそれ真実だったんですよね、うん、だからやっぱり指摘されて、分かんないで訳してるでしょ、うん、みたいな感じだったので、そこら辺からやっぱりもっと勉強しないとダメなんだなって、うん、なんかこう、はいはい、私翻訳者です、うん、右から左にこう流してますっていうのではダメなんだなって言われて、うん、それって英語だけの問題じゃないじゃないですか。そうなのが分からないから、うん、あの英語がちゃんと書けたとしてもその原文の意味が分からないから。そうなの。、ね、結局原文をあの理解しないで、うん、訳していたん。それこそ今で言うとこの機械翻訳が訳せちゃうような感じってことですね。はい、私も最初にその出産して、あの専業主婦終わってから就職したあの行った会社も、あやっぱりそういうシステム系の会社だったので、うん、当時ね電話交換機のなんかマニュアルだったんです。システム関係の、まあ、通信だったんですけど、うん、で目に見えないじゃないですかそういうのって、うんうんうん、なので話を聞いてもなんか全然分からなくて、それこそやっぱり字面で訳したりとか確約を参照しながら訳して、うん、でまあ技術者さんがいっぱいいたので、あの聞きに行くんですけど、みんな忙しいからそんな全然相手してくれないんですよね。だからその中でこう仲良くなった人をこう捕まえて一生懸命聞いてみたいな感じで仕事してましたけど、結局その時に私は思ったのは、自分は目に見えるものしか訳せないんじゃないかなと思ったんです、うん、なので結局あの後の方であの先生が働いてらっしゃった会社のに派遣で行った時に、あ目に見えるものの翻訳ってこんなに楽しいんだってすごく思って、なんかプリンターとかファックスとかね、普通にみんなが世の中の人が使ってるもののメンテナンスマニュアルとかだったので、まあ、メンテナンスなのでそこでコマンド使ったりとかね、そういうまあ特殊なもありましたけど、それでもやっぱり目に見えるものなので元々が、だから今私産業機器を専門にしてるのは目に見えるものの翻訳をしたいっていう、うん、なんか見えないのに分からないのに英語にしなきゃいけないっていうのがすごくストレスだったんですよね、うんうん、で多分そのシステムのこととか通信のこととか分かってればあの分かりやすい英文がね作れると思うんですけどね、うん、そういう生活を続けてるとなんかもうなんか その日の仕事をなんて言うんですか、こなして定時に帰りたいみたいな、 なんかそういう感じになっちゃいますよね。じゃあ、あれですか、もう、その東芝に派遣に行かれて、で、あの、ご自宅で翻訳されてたときは、もうそういう、よくわからないものではなくなったってことですか？あれですよね、結局自分の翻訳の質を客観的に見る何かがないと、多分、うん、ブラッシュアップできないと思うので、うん、それをどういう形で円田さんは持っておられたのかなっていうのも、ちょっと興味があるんですよね。うん、基準ですか、この自分の訳文は今こういうレベルになるからここを改善しなきゃいけないとか、なんかそういうなんか自分が一人でやってるとなんか自己満足の世界に入り込んでしまって、そうそうそう、このままでいいやな
なんてことを思い始めちゃう傾向があるんですけど、なんかほら最初はね、先生もあのネイティブのチェッカーさんがいたすごくいい環境だったじゃないですか、社内の、でもその後って多分そういう環境じゃなかったと思うんですけど、うん、私が円田先生の講座を受けて勉強になってるっていうみたいな感じで、こう客観的にこう訳文を評価してもらったり誰かに教えてもらったりっていう、そういう経験って終わりになったんですかね、うん、あ、そうですね、あの その後、しばらくの間やっぱネイティブの方とあのチームを、組んで、はい、あのまあ、チームっていうか、その人がチェックをしてくれたので、うん、まあ、そこでも少しあの学ぶことができたのかな、はい、2年間ぐらいずっとやってましたね、うん、あと、まあ、自分は日英翻訳者なんだっていうことを、はい、すごく自覚するようになってからは、うん、あの英語の本をとにかく読むっていうことを、うん、あの習慣づけて、うんうん、何年間は日本語の本は一切読まないっていう。先生ね、かなりたくさん洋書読まれてますもんね、うん、今でも必ずその読んでるものは、あるっていう状態。先生なんかだっていつもバッグに洋書入ってますよね。今これ読んでるのってよく講座の時に見せてくる。ああ、 そうですね、うん、だから必ずあの洋書を読むようにする。それから、うん、そのライティングの本なんかも、うん、あの原書で読むようにする。原書で読む、うんうんうん、今さらっとおっしゃってますけど、それをやらなきゃいけないんですよ英訳者って本当に。そうそう、円田さんは今当たり前だと思っておっしゃってるけど、うん、それができてない英訳者とかいるんじゃないかと思っていて、うん、やっぱり英語の本読まなきゃしょうがないですよね、うん、そうなんですよ。あのインプットをしないとアウトプットできなくて、うん、でも私そんなすごい本読んでるわけじゃなくて、うん、あの日本語の本は読まないって決心した当時はですね、うん、推理小説のシリーズものをとにかく読破してたんですよ。A から Z までっていう、今スーザンなんだったかな、忘れちゃいましたけど、うん、A is for アリバイ、 B is for バーグラ、C is for なんとかっていう、あの そういうシリーズものの推理小説があったんですけど、それは全部読むとか、あの とにかくこの人のものは全部読むみたいなことを、うん、あのやってて、推理小説って結構あの文体がですね、簡潔なんですよね、やっぱりあのすごく、まあ、ジョン・ルカレみたいなあの難解な文体の人もいるんですけど、大体はですね、あの文体がこう簡潔で、一文が、まあ、10から15ワーズみたいなのが本当に、うん、多いんですよ。それによって自分の中にこう英語のリズムとか、あのこう、なんか作れるようになってきたんじゃないかなと思うわけです。そうするとあのなんかこう日本語を引きずった英文を見ると、あ、これ違うよなっていう感覚がこう湧くっていうの、うんうんうん、あ、もっとこれあの綺麗にっていうか、あ、なんか sounds like English っていう風にできるっていう、その感みたいなものが自分の中にできてきたなとは思うんですね。ですから今でもその文体の美しい、作家のものを読むと、あ、こうなんだ、英語ってこう書くべきなんだみたいなことをこう思いながら読むことよくあります。あとはあのかなり、まあ、昔の話になりますけど、先生あのアメリカの大学に留学されてるじゃないですか、はい、でその間にかなり英文読まれてるんじゃないかなと思うんですよ、うん、その時の蓄積も多分あるんじゃないかなって。ああ、そう、だってきついですよね、きついです。勉強は。私も2年間留学していて、一切日本語喋らないぞって決心していったので、うん、本当に2年間全く日本語喋ってないぞ、ほぼほぼ。うん、それで、やっぱり大学の授業も全部もちろん英語で、ネイティブの学生と同じように試験を受けなきゃいけないから。だからこんな熱いの、はい、来週まで読んでらっしゃい。もう読んでくださいって言われて、あとすごくね、私、未だに、あれはすごい大変だったなと思うのは、なんかね、毎回その先生のね、人類学だったかな、なんかの授業の時に、
あるどっかの部族の、世界中にいろんな部族があるじゃないですか。その先生の部族の研究してて、そのものすごくフィルムの質の悪い、こう昔で言う映写機みたいなやつを出してきて、それ10分ぐらいその映像を見せられるんですよ。それでその次のクラスの時にその中のことについてなんか小テストみたいなのがあるんです。なのでそもそもボワボワ言ってて聞き取れない、それ試験に出るから、私はそれを毎回録音して、で家に帰ってそれを聞きながらそれをディクテーションして、それでなんかその部族の人の何だったっけな、槍はどんな槍持ってたかとか、なんかそういうね本当に細かい話なんですけど、それをね半年やらなきゃいけなくて、もう本当に大変だったんだけど、うん、あれはすごく自分の勉強になったなと思っていて、うん、だからそれだけじゃなくてこう結構大変だ、もう昔だから私思い出せないんですけど、当時は多分すごく大変だったんですよ、うんうん、でその2年間で読んだ英文の量ってかなりのもので、それが蓄積になってきて、で今も遠田先生みたいにいろいろね洋書とか読んだりとか英文読むことで、またどん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 こう新しい情報がインプットされていってって、うん、やっぱりアウトプットするだけだとね、中のものがインプットしないとアウトプットできないじゃないですか、うん、そうそう、もう、うん、英訳者の方には結局それしかないよって、うん、よく言います、はい、だから原書読みませんとか私ちょっと信じられないんですよ、うん、その通りですね。よかった、俺この話聞けて今日じゃあ3倍ぐらいいける。3倍ぐらいいける、遠田さんから聞けてよかった。本当だよね。じゃあテリーさんもさっき最初の頃におっしゃってたんだけど、先生はなぜ英訳者をされてるんですか？